マイクハズ、はい、入りました。はい。はい。どうぞ。さあ、皆様、大変長らくお待たせいたしました。だいぶドタバタだった準備が進みましたが、はい。ただいまより、おしりビート、新部公開前生放送を開始いたします。イェーイ。皆様ね、平日の午後5時、なかなか、まあ、忙しい直後の時間でございますけど、お集まりいただきまして。ありがとうございます。本日、司会進行を務めさせていただきます、ボルシと申します。よろしくお願いいたします。はい。さて、今回の、新譜公開前生放送、シンビート始まって以来の、まあ、こういった形の生放送となりますが、今回は、これから公開される新譜についてのお話、またそれについての作曲者さんからのエピソードとか、そもそも、おしりビートってどういう団体なのか、ということについても、掘り下げていけたらなと思っております。それでは早速、最初にメンバーの方の自己紹介を、こちらから順にやっていこうと思います。はい。では、ノーツさん、お願いします。はい。皆さん、こんにちは。おしりビートの会代表のノーツと申します。おしりビートというところでですね、もう4年ぐらい始まって経つんですけど、まあ、まだまだ精力的にこれからも活動していく途中ですので、ぜひ皆さん、この活動、放送を通してですね、おしりビート見ていただければと思います。どうぞ、今日はよろしくお願いします。お願いします。お願いします。マセランと申します。こんばんは。こういう形で、まあ、生放送とか出るの初めてなんで、ちょっと緊張してるんですけど、僕は、おしりビートに入ったのは、2年半前ぐらいで、で、まあ、おしりビートに入ってから、いろいろ、だとか、したり、そうね。春 M3、に2回くらい参加してるね。参加して新譜を出したりとかやってきました。僕個人では結構シングルで曲を出したりしてます。サンドクラウドメインで。らしいですね。らしいですね。らしいですね。うん。じゃあ2週間前にもね、ストレベリーまで。あ、そう、新曲出してたね。それ間違えたり。あ、そう。それは知らなかった。ディストリビューションサービスのスペルを間違えたから、サンドクラウドと YouTube だけは、スペルが合ってるのに、あ、そうなの？他のだけ間違ってる。あ、マジ？そっか。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。それではですね、早速今回、新譜公開ということで、この新譜がどういうものなのかを代表のノートさんから聞いていこうと思います。あ、いいっすか、自分。はい。今回の新譜はですね、まあ、おしりビート、長い先も思いましたが、4年近くやってるんですけど、初めて、合作をですね、みんなでしようということになってます。ほう。これ今回今初めて言ったんですけど。まあ、後になって、どういうものか発表するんですけど、ちょっとどういうコンピレーションかちょっと見ていただきましょう。はい。ちょっと出せますか？あ、はい、それですね。コンピレーションっていうもう、あ、コンペティションというタイトルも決まってまして、もうまんまですね。コンペティションというタイトルでおしりビートから出してもらっていただきます。参加メンバーは、ノーツ、レクモジズキ、クラフトシティ、マセランとマイベアですね。5人で合作をしていきます。はい。で、組み合わせも、これ、くじで決まってるんで。くじで？そう。もともとくじでやっててね。くじ引きしたんですよ。あみだくじで。あみだくじで？あみだくじで、誰が出るか。っていう、誰と誰がやるかっていう組み合わせを考えて、それで決まったんで、最後の方で多分、それの表とかも、誰と誰が合作結局したのかっていうのを公開するので、うん、そちらの方も楽しみにお願いします。ありがとうございます。はい、そうですね、まあ、先ほどの自己紹介のところにも触れましたけれども、はい、お二人とも結構、個人で曲を出して、まあ、自分のプロフィールからこう、自分のサウンドグラウンドから投稿するってことが、多いと思うんですけども、ね、合作をするっていうのは、結構機会としてはなかなかないんじゃないですか、お二人。やったことないね。合作は、おしりビートの中では、レクモチヅキとだけは、合作をしたことはない。俺もレクモチヅキとだけ合作一緒にしたことある。あいつはね、結構ね、合作乗ってくれるからね。そう、やってくれるんですけど。ターミナル駅みたいな。そうそうそう、みんなのね。みんなのみんなのターミナルになってると。そうそうそう。なんで、レクモチヅキくんと結構やるんですけど、他の人とやったことがなくて、まあいい機会なんで、みんなでやろうやっていう感じですね。
いろんな組み合わせがこの後見れるか。そうです、そうです。もう、この人とこの人がみたいな。おぉ。感じの、もう絶対ね、普段作んないようなジャンルとかもね、作ってる人とかもいるんで、それも楽しみにしていただけたらと思います。おしりビートの皆様、新しい一面が。見れますね。コンペティションを通じて。そうですね。いいですね。そういうことになります。はい。ありがとうございます。そうですね。まぁ、ちょっと順番が前後しましたけれども、そもそも、まあ、この進歩を聞いていく前にですね、はい、おしりビートとは一体どういう団体なのか、ということについてちょっと触れていこうと思います。はい。じゃあ、そもそもおしりビートっていうのは、ちょっと代表の野津さん、どういう組織なんですか？おしりビートっていうのはですね、はい、僕がまだ高校生の時に、エクモチズキと、あとコークスっていう、今ちょっともうやめちゃったんですけど、そのメンバーの3人で立ち上げてて、はい、まあ、最初は本当に、仲いい音楽の話をするだけのグループで、最初ルシッドリームレコーズって名前だったんですよ。ルシッドリームレコーズ？そう、めっちゃかっこよくないですか？めちゃめちゃかっこいい。そう。で、ルシッドリームレコーズのおしゃべりをする、そのルシッドリームレコーズは音楽をやるところで、うん、そのおしゃべりをするグループがおしりビートの書いた名前だったんですよ。LINE グループが。なるほど。で、それがいつの間にかおしりビートの会っていう名前でレーベルっていうか、その曲を作るグループになっちゃって、そう。もう、なんか、そっちの方が、親しみが。そう。親しみがね、湧いちゃったっていうかね、俺もなんでこうなったのかわかんないんだけど、多分ね、あれ、レクの地図がさ、そう。入った時はさ、入った時も決まってたから。入った時、お尻ビートなんでた？そうそう。でもね、お尻ビートっていう名前、なんか俺のせいじゃないんですよ。俺のせい、俺だからわかんないよ、なんでか。誰が発端かとかわかんない。誰が発端かわかんないんだけど、お尻ビートっていう名前でやらせていただいて、で、最近になって、もう名前を統一して、前までひらがなでお尻ビートの会とか漢字使ってお尻ビートの会ってやってたのを、もう今、英語で、お尻ビートだけ、もう統一しし。お尻がローマ字でビートは英単語。もう全部英語で、お尻ビート。英語で。もうお尻ビート。言うだけしてます。はい、そうですね。マセランさんはこれ、おしりビートの会になってからの参加、2018年頃に加入されたってことだったんですけど、このおしりビートの会に入るきっかけとなった出来事みたいなのあるんですか？いや、なんか工房をやってて、で最初、その、レクモチヅキっていう、アーティストとして認知してて、はい、で、この人が入ってる、サークル、こうやってんのかって思って、なんか、いろんな感じで出してみたら、みたいな感じでした。やっぱ、レクモチヅキさんは、もう、ターミナルとか、もう完全に玄関口なんですね。もう皆さんにとって。有名だからね。最初期のメンバーでもあり、まあ、本当に顔を広く持って。そうそうそう。すごい有名になっちゃったしね、今。もう、すごい、大丈夫、遠い目をされた。いや、だってさ、俺がさ、最初にあいつと話してた頃なんかさ、ずっと本当に音ゲーの話とかね、してたわけですよ。それがさ、最初だってあいつ作ってたのドラムベースとかトランスだったのに、まあ、今ハードコアとかね、作ってますけど、最初は全然違うジャンルで作ってて。でもその頃から知ってる人が、まさかね、ゲームのオープニングまで書いちゃうとはっていう。あ、そうです、皆さん、レクモチヅキ今、新しく出るオトゲーのオープニングテーマを書いてるので、そちらもおしりビートの方で、告知してますので、よかったらご覧になってください。ぜひアカウントをチェックしてください。お願いします。そう。なんで、でかくなったよね。てか、でかくなったって言えば、こいつもね、そうなのよ。マシュランさん。だってさ、入った時さ、全然誰も知らんみたいな感じだったのにさ、気がついたらさ、メガレックスからさ、曲出してんだよ。そうですね。やばない？めちゃめちゃすごいです。もう、聞いたことめちゃめちゃ。ありがたいよ。そうなんですよ。ロリポップモード、がですね、すごいね、爆、ね、売れしたというか、大バズりをしまして。確かにそうですよ。サウンドクラウドの方でもね、現在38万再生。そうそうそう、相当再生されてる。60万再生相当。そうそうそう。本当に、ね、ありがたいことに、皆さん、マセランの曲を聴いていただいてですね、っていう形でなっておりますね。代表としてはもう、広報で組み返しづらい。そうそう、もうだから俺としてはもう、よく、やっとるなみんな、偉い偉いと思いながらやってるわけですよ。はぁ、そう。なんとまあ、親心もありって、若干。いや、もうやっぱね、こういう人をね、やっぱ抱えてこそ、ね、やる価値はあるってもんですから。おしりビートの回、どん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 大きくなっていってほしいと思うんですけど、はい、まあ、そのおしりビートの、公募やってるっていうのは、公式サイトの方でも、デモを随時受け付けてるっていうのが書かれてるんですけども、そういう新メンバーみたいについては、
あー、新メンバーね。新メンバーは。入りたいなって人とかもいると思うんですよ。実は、新メンバーいるんですよ、もう。次に入る人、決まってて。あ、はい。これちょっと言うの初めてなんで、後でちょっと、ちょっと寄っちゃおうかなと思うんで。待って、俺はそれを見ていい？いいよ。うん、うん、そう、そう、新人とね、新メンバー、はい、紹介します。まあ、ちょっとこれは新聞を公開した後で、今そこにはいないんだけど、今ね、後でちょっと詳しくお話を改めて聞こうと思います。はいはい、まあ、それ以外にもお尻ビート出元募集してるっていうのも後でお話しするんですけど、普通にそのお尻ビートのメンバーは、まあ、今、その僕が声をかけたっていうだけで、他のその公募みたいなのは募集してなくて、まぁちょっと前にお尻ビートでメンバー募集をかけたら、はい、これマジありがたいことではあるんですけど、えぐいぐらい応募が来まして、めちゃくちゃ応募が来ちゃって、なんかこんなお尻ビートみんな好きと思うぐらい応募来ちゃって、一回ちょっと募集取りやめちゃったんですよね。あ、もう、恐れ多すぎてというか。恐れ多すぎてっていうのもあるし、単純にこんな人が集まると思わなくて、正直集まっても2人、3人ぐらいから連絡が来るのかなと思ってたんですけど、ちょっと、まあ、サズにしたら20何人から。すごいですね、10倍来てる。ちょっと、ビビっちゃって、ちょっと、ごめんなさい。またいずれの機会にやるかもしれないので、ぜひその時は。ね、その時は、はい。ちょっとね、フォーム、ちゃんと Google フォームとか作ろうかな、今度は。なんかいいです。そう、リプしてくださいとか DM してくださいとかだと、ちょっと緩いね。ちょっと、それでなんか流れで圧倒されちゃう可能性が。びっくりした、本当に。マジで DM の数に。はい、皆さんもね、ぜひ、もうそのやる気のある人を、お尻ビートは募集してるので、機会があった時には、ぜひ応募していただければと思います。よろしくお願いします。よろしくね。その時、心どっしり構えて、20人来ても大丈夫だ。もう大丈夫っていうか、もう100人来ても大丈夫ってぐらい、開けとくので、メールも。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。さあ、ね。まあ、野さんの、まあ、所属してるメンバーについての、まあ、ちょっと思いとか、聞けたところではあるんですけれども、はいはいはい、まあ、これでね、お尻ビートへの、まあ、心の距離も皆さん近づいたのか、若干ね、どれぐらい知ってるかっていう、足並みも揃ったところで、ね、だいぶお待たせしてますけど、今回のこの新婦コンペティションを、早速情報をね、はい、解禁していけたらな、いきますか。はい、お願いします。じゃあ、ちょっと画像出せますか。画像というか映像があるので、そちらをちょっと。はい。お願いします。お願いします。少々お待ちください。いただきましたが、はい、どうですか。これはまあ先行公開ということで1曲だけとりあえず出させていただいたんですけど、はい、まあ僕とマイベアの加速曲ですね。今のパートはマイベアのがパートです、はい、マイベアも入ってどんぐらいなんですか。1年ぐらいですかね。そうですね、うん、マイベアさんも途中で加入されたんですね。そう、1年も経ってないかも。今年のいつ、今年だっけ。今年の、そっか、 M3、 春 M3 にの時に挨拶に来てくれたよ、マイベア君が、はいはいはい。で、マイベア君が、そのまま俺らが打ち上げする焼肉屋に一緒に来てくれて。うんうん、あら。で、帰り際に、YOU 入っちゃいなよ。ジャニーさんみたいなの入る。YOU お尻ビート入っちゃいなよって言ったら、本当に入ってくれて。すごっ。っていう感じですね。その流れで今回の新たなアルバムに参加してくれた。そうですね。まあ、その前にも、マイベアは、個人 EP で、お尻ビートからリリースをしてるので。ああ、そうですね。そうそうそう。それも合わせて、
やってくれてる感じですかね。そこの縁もあって、まあ、今回の合作に入るんですね。はい、そういう形です。いや、すごい。ま、今回、おしりビートさん、あれですね、はい、秋の M3 のどこには参加はされなかった、うん、しなかったです。これのためにっていうか、普通にコロナが増えてるから、なんか人来なそうだなと思って、やりました。そう。でも、あんまりなんか、人来てたらしいね、普通に。そうです。まあ、行ったでしょって。行きました、行きました。あ、春 M3 よりやっぱり、ちょっと活気が戻ってきたから。ああ。まあ、ね、徐々に戻るといいですね。そうですね。っていう形で。っていう形で。まあ、今回のコンピレーションは、こういう形も、合作になっていきます。あ、そうですね。ちなみに何曲ぐらい収録されるんですか？これね、予定だとね、8曲か。おぉ。10? いや、メンバーで、その、1人2曲ぐらい多分担当するから。組み合わせが。そう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 、組み合わせで。いいですね、8曲ぐらいで。弾き比べとかも若干。そうそう、できる。これ面白いアルバムになりそうです。どうですか、実際作ってみて、その、アルバムとしての完成度というか、うん、やってみてっていう。どうですか？言いますよ、中にまで。進捗ダメですね。こっちは進捗ダメ。進捗ダメです。聞けた？進捗ね、俺もダメなんですよ。あら僕もね、ちょっといろいろディストリー、なんか配信したりするのにね、結構準備もしてるし、はい、まあ、ね、頑張ろうね。そう今忙しくてね、この二人ね、別の案件で今いろいろ忙しいから、ね。ああ、言えないやつ、ね。そう。忙しいんで、まあ、まあ、ちゃんと、さっき 出ましたけど、来年の1月には出したいな。そう。来年1月。あ、2021の1月くらいに出せたらいいなと思います。はい、そう。はい。ありがとうございます。はい。お尻にヒーがついたところで。そうですね。お尻ビートだけに。お尻ビートだけに。皆様、来年の1月、コンビニ、はい、公開予定でございますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。さあ、ここで、先ほどちょっとほのめかしましたけど、うん、新メンバーが、お尻ビートに入るっていうことなんですけど、新メンバーがね、入るんですよ。これについてちょっと聞けたらなって。そうですね。ちょっとね、これもう、皆さんもね、知ってると思う。まあ、ここにいる人はもしかしたら知ってる。はい、あの、人が、おしりになります。逆に誰だと思う？よくないか急に良くないか追い詰められてきちゃったけど。はい、じゃあちょっと画像出せますか。はい。はい、お願いします。新メンバー、でん。待った待った。少々お待ちください。新メンバー、誰だ？誰だ？誰なんだ？あ、それは、あれだ。これだ！あ、違う！それは、違うやつだ。いいですね、ライブ感がいいですね。いいね。あ、それだ！おっ。さあ、来ました。あ、来ました。新メンバー、情報公開でございます。新メンバー情報公開。ケイフォレスト。ケイフォレストさんが、やりまーす。ケイフォレストさん？うん、嘘だろ、お前。大丈夫？あ、大丈夫？危ねえ。今何が起こったかと言います。画面が一瞬白くなりました。危なかったですね。だね青くなったから。あれだね。FL スタジオが、FL スタジオが動作を停止しましたの、グレー感ね。あれ怖いよね。どうだっていう。クイックレンドする。ちょっと落ちる。危なかったですね。はい、ケイフォレストさんがですね、お尻ビートに加入されます。おー。びっくりしました。びっくりしました。俺が一番、知ってたの？俺、聞いた時はびっくりした。あ、そうか。言ったっけ？言ったね。言ったか。言ったそうか、みんなに言ってたんだね、一応。そうですね。ケイフォレストさんが、そう、お尻ビートに入ります。おー。まあ、これも、いきさつがあって、はい、ケイフォレストさんが、まあ、大学を卒業されて、で、これからちょっと、音楽活動どうしていくかってなった時に、うん、そう、お尻ビートからコンスタンスに出せる環境だということで、あの、DM が来まして、はいはい。ケイホさんだったら音楽知ってるし、曲のクオリティもね、担保できるから、まあ、いや、って思って。なるほど。はい。まあ、それ以外にも理由があってですね、はい、はい。でも、この後説明することになるんで、まあ、それは、おいおい、おいおい、はい、説明したいと思います。そうですね、大学の方で同じサークルでした。うん、そう、法政大学卓六同好会で、ね。で、そこでまあ、見知った中でもあるし。そうそうそう。もうよく知ってる。よく知ってるし、まあ、信頼するには十分の人間。ということで。まあ、じゃあ、コンポーザーとして。コンポーザーとして、そうですね。トラックメーカーとして、おしりビートに参加することになります。はい。
ありがとうございます。さあ、そうですね。この後もうすぐ、うん、その例の EP についてもガブ。あ、じゃあもう話しちゃうか。話しちゃう。そう、そのケイフォレストさんがね、なんで入ったかっていうのは、一番でかい理由が、はい、あのケイフォさんがうちから EP を出すんですよ。はい。その画像ももう出るかも。出せます？メンバーな。頑張った。なんか EP、EP です。あ、これ、ごめん。あ、そうです。お、出ました。ケイフォレストさんからね、リフォーメーション EP っていう EP が出ます。女の子かわいいね。かわいい。ジャケットをね。そう。こちらがオシリビートからリリースされます。で、これ結構内容すごくって、はいはい、海外の人から、ダウンロードリンクまだかとかめっちゃ言われてた、ジャッジメントっていう曲、はい、桜に上がってるやつね、の、まあ、フルと、あと、音ゲーっぽい曲とかですね、うん、が入ってます。まあ、ほんと、ケンホロさんの今まで作ってきた曲の、もう、集大成みたいなのが一気に入っていいですね、これ。さらに、はい、リミキサーの人も、今回呼んでて、はい、リミキサーは、もう恋なんてしないコア、って有名な、有名な、ゆっぷんさん。ゆっぷんさん。ゆっぷんさんのあの、恋なんてしないコア、本当に、まあ、好きなんですけど、まあ、そのゆっぷんさんがまたハードコアを作ってくださいまして、めちゃくちゃいいです。最高でした。で、そちらが入ります。で、もう一つ、ユミキさんの方で、はい、ハードダンスとかの、カキさんっていう方が、カキさん。はい。ユミキさんで参加してくださいました。はい。もうめちゃくちゃすごいですよ、今回。すごい。もう一つ一つ曲のクオリティめちゃくちゃ担保されてるっていうか、マジで、すごいです、今回は。もう何曲か、もうすでに聴いて。でも全曲揃ってるんで、あともう、リリースまで、本当今月中にはできるくらいの。コサインもしていただいたんで、すべて。おぉ、はい。もう、あとは、出すだけなので、あと僕の頑張り次第です。今月中に。はい。今月中に何とか仕上げて、皆さんの元へ。バンドキャンプで配信しようと思ってるので、はいはい。こちらで、ご確認いただければと思います。ありました。ありがとうございます。新メンバー、K フォレストさんによるリフォーメーション EP。はい。ぜひ、今後の、ニュースに。なると思います。はい。ぜひ、トシビートのツイッターをチェックしてください。はい。よろしくお願いいたします。さあね、いやーもう、新譜の公開について、うん、新メンバーについても、結構情報盛りだったんで。ね、だって今何分、おい、まだ22分じゃん。そうなんだよ。どうするどうするって言われる。めちゃくちゃ、なんかさ、もう全然、普通に1時間くらい撮ったつもりなんだけど、どうしようか。一応、お尻ビートとして、公式でちゃんとお伝えしたいことは、これで終了。ちゃんとお伝えできた。あ、でもまだもうちょっとあるっけ？そう、いや、そうですね。あとはもうスタッフロール。あ、スタッフロールになっちゃう。そう。じゃあ、そう、お尻ビート、あ、じゃあデモの話とかしようかな。はい。そこのお話をぜひ、じゃあ、ちょっとね。あ、ではデモの前に、じゃあ、放送の方すいません。はい。あれですね。メンバー。ドットジェプ。これですね。はい、それ出していただいて。はい。こちらが、さっき言ったですね、お尻ビートの真空コンペティションの、合作の相手ですね。はい。はい。6曲だよ、6曲。マセランと俺が2曲作るんで、まず、じゃあ上から、クラフトシティとマイベアですね。こちらも曲完成して、さっき聞いたんですけど、もう、すごいですよ。あら。この2人は関西のトラックメーカーなんですけど、はい、マジですごいです。もう、音の解像度がね、やばい。もう、言えない、なんて言えばいいの？聞かないとわかんないよ。もう言語化できないのよ。で、とにかくこのクラフトシティも、本当に今勢い、油乗ってて、もういろんなところに曲を送りまくったりとか自発的にしてますし、とにかくいろんなところに送ってます。で、いろんなところから実際出してます。もう、そういう人です。ボーカリストの方とコラボしていい？そうそうそう、ユニットやったりとかね、エアバルーンとして活動したりとか、本当にいろいろやってます、今。偉い。いや本当はね、一昨日ぐらい前東京にいたんで、そう、寿司食べ行ったんですよ。あ、寿司？うん、なんか寿司ってどうしても食べたいって言うから、なんか原宿の寿司屋に行ったんですけど、なんか、ずっと、寿司高っって言って、東京寿司高っって。食べたいって言って、毎回寿司食べたい。そうそうそう。あいつさ、飯行くとき大体さ、俺寿司がいいんだけどって言う。他のもん食べたいって聞いたことない。言わないよね。寿司食べたいって言う、ね。そうそうそう。寿司大好き。寿司大好きらしい。寿司食べたいっていうか、だいたい、なんか、おい、焼肉行こうぜ、みたいな。焼肉も行くかも。
でも基本なんか寿司行きたいって言うね、あいつ。寿司行きたいかなんか家で寿司食いてーって言って、なんか買いに行ってね。なあ、そう。なんか、通話するときとかも、寿司食、うん、なんか、今寿司食ってるとか、今からかっぱ寿司行くみたいな。どんだけ寿司食うねん、みたいな。主食ごちそうなんですか？ごちそう。毎日寿司食ってるかもしれない。そんな、かなってな。めちゃめちゃすごい。ね、っていうのがクラフトシティで、はい、前部はまあさっき話した通り、もうとにかく、もう強いです。はい。言うことなし。さっき言って聞いてもらえればわかりますけど、素晴らしいです。で、前部屋さんの EP の方もね、そう、前部屋の EP もぜひね、聞いてください。本当にすごいから。それを聞いてもらえれば、プレビューは全部無料で聞けるようになってるんで、うん、はい、こちらをチェックしてください。どういう音作りをしてるかわかります。で、マセランと、俺だね、ここ、はい、この二人。この二人は、まだ何にも、何にも決まってない。進捗でダメです。一番決まってない、ここが誰。そういう意味ですごい。うん。あのね、どうする？ここで決める？え？何？何作りたい？企画消えちゃうからやりたい？すごいです。企画ができる瞬間ですよ、これ。皆さん。出てきてますよ、今。じゃあ、まあ、何番できますか？作ってないの？じゃあ何やる？ハウス？フューチャーコア却下されました。俺のフューチャーコア却下されました。何でいい？どんなジャンルがいいんだ？作れるの何？逆に。何でも作れるじゃん。基本。聞けば作れるでしょ。なんとか。ハウス、エレクトロハウスとか。フューチャーハウスは？あ、フューチャーハウスね、最近作ろうと思って頑張る。じゃあフューチャーハウスやろうよ。やる？フューチャーハウスで。決まりました。収録楽曲のジャンルが。はい。じゃあ、マセランドのツアー、1曲はフューチャーハウスになります。フューチャーハウスで。もう1曲は、まあ、あとで決めます。待って、もう1曲の方も進捗ダメなの？もう俺ら何もやってないから。俺ら忙しすぎてさ。で今度、こいつんち行って、そう、2人で、もう1日詰めて作曲をするんで。あ、簡単から放送は、そう。出来上がってるから。あ、マジで？できます。あ、俺が俺がってでしょ。じゃあ、そういう感じにしますか。お互い丸投げ合ってくる。ダメだ、これ。いやー、まあ、ね。まあでも、やる気出せば、二人とも早いんで、こっから、こっから、そう、こっから、こっから、いいクオリティのものを、ね、作っていきたいと思います。頑張るしかない。頑張るしかない。さあ、続いて、この3組目の、レク・モチヅキさんと、ノートさん。あ、これも、レク・モチヅキの家に俺が行って、やります。うん、やります。ただ、これはね、ハードコアなんじゃないかな。うん、うん。普通に。ただちょっとね、変なハードコアやろうって話になって、俺とテクで。ちょっと、なんか、なんていうの、うん。ちょっと変わったハードコアをやりたいっていう話になって、木を狙ってるハードコアを作るつもりです。そうだ、お二人ともこうハードコア作ること自体は結構、まあ、ホームっていうか、まあ、得意だからね。多分できるんじゃない？そこから、そこからさらに思考を。そうそうそう、思考、ちょっと凝らしていきたいと思います。はい。合作ならではのね、こういう化学反応が。そう、それも面白いよね。合作、やっぱ、こう、作曲したことある方だったら、わかると思う。一人で作るより、やっぱ、こう、いろいろ手間がかかったりする分、こう、うまく出来上がった時のね、こう、曲の完成度っていうのがやっぱり。高いよね。そうそうそう。なんで、それをね、達成したいんで、頑張りましょう。頑張りましょう。3曲、そんでやんの？俺は、そうだね。3曲。違う、4曲。マイベアと俺、マイベア2曲、レクモチヅキ。俺4曲、うん、?4 曲。やばいな。やばいね。やばいね、俺俺、えじゃあさ、ちょっと、リリース伸ばしていい？さっき言ったばっかなのに。無理じゃん、これ。12月本気出そう。ちょっと一緒に作れ。一緒に？お尻ヒントで、お尻ヒント入る。どうかな。どうかな。まあね、そういうね。デモはいつでも募集してますから。あります。デモ、そうね。まあ、で、なんだっけ。レクモチヅキと、クラフトシティ。クラフトシティ。まあ、これさえ正直何やってるか全然わかんない。でもやってるらしいけどね。進んではいる。うん、進んではいるんだけど、何やってるか全然わかんない。どういうのかも謎。全然知らない。だから、もう、来たら、その通り。そのまま、そのお二人の作品を受け取る。受け取る感じかな。でもまあ、そこはもうあれですね。お二人のクオリティを信じてるからこそ。そう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 。お二人が、どうやってるかも信じてるからいいやん。うん。感じで。最近のレクモチヅキとクラフトシティなんかジャンル全然違うの作ってるからわかんない。どうなるんだろうね。うん、ちょっと前までてか作曲を始めたくらいのクラフトシティはちょうどね
ハードコアを作ってたんですけど、うん、今も全然ジャンル違うからね。うん、そうね。そう、ボカロとか作ってるから。ああ、だから、どうボカロかぶるかも。えレース、エクマチゼキのボカロ。ああ、そうじゃん。ボカロハードコアとかあるかも。ちょっと僕完全に予想タイプ。俺もわかんない。全くわかんない。俺も多分です。考察班。考察班。ジェリビート考察班が今ここに。予想的中したらね、真っ白になります。ああ、確かにね。当たるといいね。縁起がいい。縁起がいいね。そして、マイディアさんとのボンズさん。これはもうさっき流したやつです。はい。はい、もうめちゃくちゃ期待しててください。すごいですよ。もう、すごいですよ。すごいですよ。頑張ります。はい。はい。そうですね。8曲、6。8曲だっけ？これ1曲？何曲？何曲？ 6？ 6？ あ、6曲？いや、6曲だ。6曲だ。6曲。6曲。666666曲です。6曲で。はい。なんでね。ここで2曲作るって決まった。じゃあ、俺とお前で2曲。2曲と。1、2、3、4、5。6曲止まってんの ?3 曲じゃん。止まってんの。俺、まだ前部屋と終わってない。終わってないの、ね、え？じゃあ、作ってる途中にもここが。あ、さっき流したのは。前部屋のパート。そう。マイビアのパート、今回の合作は、はいはい、マイビアが A メロ1サビ、あ、A メロ B メロ1サビ、ノーツ2サビ、なんか A2 メロ、B2 メロ2サビみたいな、ブレイクノーツみたいなので、こうパートで分けてるから、なるほど。だからマイビアのパートが終わった瞬間もう無音になる。うん、で、無音のところに俺が入れる。ああ、完全にバトン渡してる。そう、バトン渡したいから、今回。俺とマイビアの合作はね。だから、ね。それ合わせるの難しそうだ。いや、難しいよ、結構。そう、苦戦してんだよ。いや、前が音がいいからね。難しいんだよ。空間の感じが。そう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 。作曲下手なのバレるんよ、これは。この合作の仕方。俺が。まあ、いいけどね。絶対大丈夫です。普通にいい作品になることは、もう間違いないのです。頑張りましょう。楽しみです。はい。ちゃんと年越せるように頑張って。ねえ、ちょっと怖いね。結構まだ進捗、ね、危ういって人もいたりするので。うん。まあ、なんとかなるでしょう。体調崩さずに。なんとかします。なんとか。はい。アルバムの完成にご期待くださいました。はい。もう、シリビート結構、今ね、デモも結構送られてきててですね。おぉ。シリビートからリリースしたいっていう人、まあ、メンバーになりたいっていう人は、まあ、前からいるんですけど、それ以前にリリースだけでもしたいっていう人がいまして。おぉ。で、そういう人からのメールとかよく来るんですけど、まあ一人、その KO レースを参加先 EP 出すって言いましたけど、その後にもう一人 EP を出す人ももう決まってるんで。決まってる？はい。まだちょっと、お名前は出せないんですけど、まあ、リリースがあるので。うん、結構、シリビートデモ送ってくれたら、ね、リリースができるので、ぜひ皆さん本当、あ、ください。あの画面映してもらった方がいいのか。あ、そう言ってますか。じゃあ、ここでぜひ。いいね。あ、それです。これね。おしりビート、あなたの作品待ってます。これね、作ってる時に全然意図してなかったんだけど、これ、あれね、俳句みたいになってるらしい。五五七五ですね、完全に。おしりビート、あなたの作品待ってます。うわ。ね、すごくない？全然意図しなかった。俳句の場合はお尻が規模になる。どうなんだろう？どうなんだろう？余計なこと言ったら。作品が規模だろ。季節、季語ってかない？お尻に季節あるの？お尻に季節。やっぱお尻を出す季節って言ったら夏じゃない？やっぱビーチとかにし。すごい、なんかリップスライムみたいな。古いよ。だいぶ、そう、ね。古いわ。すいません、古いわ。はい。まあ、お尻ビート、いつもこうやってリリース出て、まあ、作り始めて、続けて、早くね、まだまだ秋が来ないんです。求めるあなたの新リリースということでですね。まあ、そういうわけです。お尻ビート、いろいろコンテンツ募集してまして、まあ、音楽以外も実はね、映像とかのコンテンツも出してるんで、はい、まあ、そういう意味でも、マルチコン、そう、マルチクリエイターグループなんですよ、おしりビートって。そうですね。全員作曲家だけの集まりじゃないんで。おしりビートのメンバーってさ、作曲の方がまあ確かに多いんだけど、作曲だけじゃなくて映像を作ってる人とか、プログラマーとか、プログラムやってくれてる人とか、あと、なんだ、イラストを描かれてる。あ、イラストを描いてる人もいますね。で、あと、ミックスエンジニアですね。そう、エステだね。エステがミックスとかマスタリングの音響エンジニアやってくれてて、ね、レコーディング関係とかもやってくれる。すごい。そういう人たちを抱えてるんで。まあ、主にこの、あなたの作品待ってますっていうのは、まあ、でもどうしても音楽に、ね、寄っちゃうんだけど、
まあ、皆さんからの、ね、作品を、デモを送ってもらえたら、僕が必ず、ね、メンバーと一緒に聴いてますので、送ってください。お願いします。お願いいたします。僕のさらに忙しくしてください。皆さんで。ね。もう嬉しい悲鳴が。嬉しい悲鳴が。上がることを。そうそうそう。アルバムは公開延長してない。延長。可能性あるから。どうにか、位置が来るか。どうにかね。どうにか。なりたいね。頑張っていただきたいですね。そういうわけなんで、ソシリビートぜひ皆さんね、募集しますから。はい。ね、ぜひともね、今後とも、ソシリビート、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、どうする？ですね。あともうちょっと話すか、じゃあ、なんか。ぜひとも、ちょっとね、ここまで、もうちょっとぜひお付き合いいただければと思います。はい、ここからもうほぼ、台本なしに。ないね。完全な、半分雑談タイム。そうだね。やっぱね、最近ね、思ったんだけど、まあ、僕 DJ の現場とか最近ね、よく出させていただいてるんですけど、はい、やっぱみんなね、クラブ行きたいんだよ。ああ、クラブに、やっぱ足を運びたい。うん、そう。マスクみんなやっぱちゃんとしてはいるけどさ、やっぱ、クラブで音楽を求めるのはやっぱ、今ね、ちょうど、第3波とか言われてますけど、はい。ちょっと怖いね。いやー、そうですね。やっぱその4月の頃には、セーブアワースペースとかいう署名運動もあったぐらいですか？そうだね。ちょうど、おととい、クラフトスピード歩いてるときに、エイジアの前通って、初めて見たのはエイジアの赤い、なんか、署名というか、クラウドファンディングの人の名前が書いてある赤い紙みたいなのを見たんですよ。前に出されてる。そうそうそう。まだ出されてて、すげえでかくて、なので文字めっちゃちっちゃくて、うん、こんだけ多くの人が、っていうのをよく見ました。そうだと思います。それだけやっぱみんなクラブとか行きたいんだろうね、イベントとか。うん、なんかお尻ビートもね、いずれ、そのイベントとか多分やると思うんですけど、クラブイベント。サークルの主催者としてこう、そうそうそう。まあ、今、おしりビートは、まあ、僕が中心で、レベル運営とか、いろいろやってますけど、まあ、ちょっとね、クラブイベントも、リリースパーティーとかやったら絶対面白いじゃないですか。そうですね。リリーパーやりたいんですけど、ね、難しいよね。まあ、今の女性っていう点もありますしね。ね。DJ だから急に来た。マゼラも DJ だから。あ、DJ いるからね。今日は配信を裏で全面的に支えてくれてブラッドラウダさんも。はい。DJ だからね。リリパーやるなら出るよ。いや、出るよとかじゃない。出なさいよ。出なさいよ。出るよじゃないよ。もう、お前は出るんで。強制だ。強制で当たり前だ。お前は強制で。ぜひ出てほしいです。はい。まあ、そういうわけでですね、お尻ビートは、まあ、そういうリリパーとかになった時はもしかしたらね、DJ の方集めたりすると思いますよ。いやー、やることいっぱいありますよ、オシリビート。そう、やりたいこといっぱいこれからどんどん大きくしていきたいんでね。そのために生放送もやってますしね。ぜひ皆さんこれを見てね、オシリビートに興味を持たれた方、オシリビート、曲送ってみようかなとか、ちょっとでも思ってもらえたらマジで。そのためだけになってます。いきますか、トラックメーカーの皆さん。皆さん、送ってください。あなたですよ。あなたですよ。よし、ってトラックメーカーですよね。何が？こう、例えばこう、マルチクリエイター集団あ、だから、普通に映像とかのデモでも。あ、なんかポートフォリオみたいなのがあったりとか。あしたらまあ、俺が見やすいですかね。経歴があった方が見やすい。だから、メールとかで送られるときに。まあ、あった方が嬉しいです。だから音楽が、まあ一応さっきも言ったけど、メインサークルになってるけど、まあ、まあって言っちゃう癖があるんだよね。わかる。映像とかでも大丈夫です。で、その映像でも送ってもらったら、その映像を使って俺たちで曲を作って、作品にしたりとかできるんで。うん、っていう形。うん、どうでしょう。で、ホームはこう、プロフェッショナルがどんどん集まってくれるか。そう、いろんなプロフェッショナル。もちろん。イラストとかでもね、送っていただけたら、そのイラストを元にして EP をこちら側で、作らせていただいたりとか、いうこともできるんで。そうですね。宣伝目的でお尻ビートをぜひ、でも送ってもらったりしても全然構いませんので、すごい、こんなこと、公に言うサークル多分なかなかないんだけど。なかなかないと思うんですよ。ね。恐ろしいね。恐ろしいです。ようやってるわ。その代表ですよ。ね！ね！はい。そうなんです。というわけでですね、まあ、お尻ビートよろしくお願いします。これからもよろしくお願いします。ね、よろしくお願いします。お願いします。もうね、俺は不安なんだよ。どうしてマセランがね、もう。
や、ちょっとやっぱ、見ると、ちょっと、嫌だわ。やめることを一番危惧してるから。それの、ノーツ、ダルスギーとか終わる感じや。もう僕ね、熱い人間だね。その熱さに、お前と作曲やるのは熱苦しいよって言われて。お前と作曲やるのは誰んだよとか言われたら、ちょっと泣いちゃうんで。あライブでそれ言うと、ふなかせて。だから、ふなかじゃないからこそそれを抑えてる。俺たちはめっちゃ仲いいからね、実際。おしりぎとのメンバーめっちゃ仲いいですよ。完全に本音ぶちまけてますね。そう。おしりぎとのメンバー、だって本当、普段、会話しょうもないよね。しょうもない。すごい。公に出てるさ、ツイッターとかのツイート内容と全然違う。うん、そう。え、いいのそんなこと言って。んそんなこと言っていいの？いいの？いや、だから、マセランとかは、その、レグ持ってる人がね、みんな、ちゃんとツイッター、俺以外はみんなちゃんとツイッター運営してるじゃん。割と。うん俺だけはうるさいのはね。なんだけど、その、通話とかすると本当に、ね、もう脳みそを全く使わない、ゼロの会話をする。IQ2 で。ね。なんかいきなり、数字の8だけ送られてきて、8、7ってまた送られてきたりとか、そう、意味不明なゲームが始まったりとか。いい？いきなり、いきなりハムスターの画像だけ送られてきて、はい、お、OK って送られてきたりとか。リアクションがこうバーって作っている。いや、もう文字で文字でなんなら、なんかおしりミートのディスコードの公式サーバーにハムスターの画像を貼るだけの、うん、あるあるあるそう、おしりミートの公式のディスコードサーバーは俺たちがその話し合ったりとか、うん、そのいろいろやるサーバーの中にね、うん、見れるんですか？いや、俺はちょっと見ます。忘れちゃった。おしりビートのサーバーの中にね、ハムチャンズっていうね、ハムスターの画像だけが貼ってあるサーバーがあって。ほんとだ全部ハムスター。ハムスターしかいない。あ、二次元のハムスターも。そうそう。ハムスターがのね、写真とか。あと、飯ランクって言って、はい、その人が食べた飯の写真をあげたら、みんなが、その飯のランクを A とか S とか、B とかで、判定してくれるんですよ。あと、普通に VST 情報とか、VIP とか、あと、動物の林とかね。これは、これね、うん、要するに、ハムチャンズだけじゃちょっと足りないから、猫とか犬も追加しようやってことで、動物の林っていう、ところがね。アニマルセラピーそう、推奨してるんだよ。推奨してるんだ。大丈夫ですか言ってそれは。あと今ちょっと停止しちゃってるけど、ゲーム実況チャンネルもあって、多分今度やるかもしれん。おー。配信向けに、一応そのディスコードも活用できる。そう、一応ね。で、あと、スパンダオチョ国営放送局っていう、もう何年くらい続けてるかな、3年くらいやってる、まあ、不定期でやってるラジオがあって、はい、それのラジオの放送もここで録音したりしてる。多分ね。これ、この二人でやってるんですよ。あ、そこの、マセランさんと、モトさんで。この二人で、ラジオやってて、前撮ったのは、エステか。エステが入ってきたときに、そうだね、入ってきてくれた記念で撮りました、ね。ああ。結構前だ。まあだから、近いうちにまた撮れたらな、いいと思うんですけど。はい、バックナンバーみたいなどこで来てる？バックナンバーはね、アンカーっていうね、なんか、やつとか、あと、ポッドキャストで来ます。ああ、ポッドキャストで。てかね、おしりビートって多分調べたので、ね、結構いいんじゃない？ちょっと一応言うには、ツイッターにリンク載せておきます、おしりビートの。ありがとうございます。今ツイートしました。ツイートしました。ツイッターにストーリー機能ついたんだ。そう！あ、それは、言うのこれ。絶対いらないだろ。ストリート。な？まあ、ツイッターもようやるよね。これ何のためにやったのかね。やっぱ陽キャに憧れてるってことでしょ。インスタだね。インスタだね。インスタになりたかった。そうしたね。YouTube も始めたから。そう、YouTube もストーリーしてるし、なんなら LINE もストーリー始めたし、だいぶ前にね。Twitter、お前無理だよ。やってみ、バリ雑言の数だよ。本当に。だってフリートを見たらさ、なんかうんこだのさ、なんか幼女最高だのさ、ロリガバしか勝たんみたいな。そりゃそうだよ。インスタタピオカとか貼ってあるけど、ツイッターラーメンだろ。そう、今日さ、3人めくったら3人めくったら。お前ら何なんだよ。人間好きすぎだろ、おかしい。めちゃわかる。っていうぐらい。なんか、本当に層が分かれたねって思うね。ツイッターとかインスタグラムで。ですね。層違いすぎない？めちゃめちゃオタクが使ってる。
印象がありますね。あ、まあ、オタクしかいないし。だから、そんなね、オタクってコンテンツで、僕たちもね、そうしてますから。印象になる。え？なんでもないです。飲酒？飲酒、まあ、飲酒？すいません。なんでもないです。今しかました。確かに。もし見えないこともないけど。一番好きな酒何？え？一番好きな酒？クリア朝日とか。あ、ビールなんだ。はい。お前は何だっけ？勝利だっけ？いや、シスオレンジは別に。あ、そうだっけ？なんかお前すげえ、なんかイメージあるの。あの日によるけど。あ、そりゃそう。あ、他は日本酒です。あ、日本酒。手だけ巡りで。そう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 。この前も宮城県で旅行した時に宮城で死ぬほどお酒を飲んだんで。日本酒を。日本酒だけしか飲んでないけど。あそこではもう、その旅行では。そう。だってビールとか別にどこで買ったと一緒やん。まあ、そうですね。だいたい流通してるから。もったいない。その地域、地だけで。そう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 。ね。うん、ね。モヒートとかさ。あ、お前モヒートめっちゃ飲んでない？めっちゃ飲んでない。あれば飲んでる。やばい、あれちゅうじゃん。あれば飲んでる。あるとこないの？家が好き？家が、あー、でも割と好きな時間。あ、マジで？俺も大好きなんだけど。家が好きっすか？家がとテキーラを1対1で割ったやつを飲むのと飲ませるのめっちゃ好き。あ、飲ませるの？俺も飲ませるの。マジで楽しい。楽しい。それ飲ませるのが一番好きなんだ。そう。嫌な顔してくれんだよ。あ、そうそう。よくないね、これ。皆さん。これがお尻ビートだと思わないでください。そうですこれあくまでお尻ビートの、そう。そう酒かすグループでこれあったから。別にこれはただ話題の一つで、話題の一つです。お酒は二十歳になってから、ね。そう、お酒合わせてるから。ここは、同じでしたからね。で、お尻ビートはみんな20代から、上かな、一応20歳以上の人が。ほとんどね。多分、19が一人いるかな。おそう。ただ、そうだね。今、韓国に住んでるから、あそう、多分。韓国年齢だと20なんだけど、日本だとまだ酒飲んでない。うん、ね。ちょっと、入試をね、一生懸命頑張ってるという。あ、そうです。応援したい。というところですね。そうそう、いい時間じゃないですか。そうですね。結構、ここまで。うん。50分近く話せるのかな。そう、後半は、結構ね、赤裸々トークというよりも、普通に身内の話みたいな感じで。ね。確かに。あ、ね、ここまで、でね、ご視聴いただきまして、皆さん本当にありがとうございました。はい、どうもありがとうございます。はい、ありがとうございます。まあ、ここまでね、長く配信してまいりましたが、ぜひとも、新婦、来年の1月頃に公開予定でございますので、ぜひチェックしてください。そして、ケーフォレストさんが、撮りました、リーフォーメーション PP。こちらも、公開予定でございますので、ぜひぜひチェックしてくださいませ。Twitter、バンドキャンプの方で配信でございます。よろしくお願いいたします。お願いします。はい。はい、長く配信してまいりましたが、ここまでお越しいただきまして、ありがとうございました。ありがとうございます。今回ですね、この配信を、裏で全面的にバックアップしてくださいましたのは、ブラッド・ラムダさんでございます、はい。ありがとうございます。本当にありがとうございました。ありがとうございます。ね、こちらこそありがとうございます。ここで拍手を。ありがとうございます。さあ、これにてお開きでよろしいでしょうか？よろしいでしょう。よろしいでしょう。またやりたいですね、放送。ちゃんと他にもいろいろ告知できることとか、溜まった時にでも、ね、やりたいな。そうですね。いいね、こういうの。楽しいね。楽しいですね。ドバ集まる。はい。はい。というわけで、ここまでご覧いただきまして、ありがとうございました。これにて、お尻ビート新婦公開前生放送を、終了させていただきたいと思います。また、次の機会に、お尻ビートが皆さんのお会いできることを、楽しみにしております。それではまた、どこかでお会いいたしましょう。ここまで、ご視聴いただきましたのは、ノートさんと、マシュマさんでございました。本日はどうもありがとうございました。またどこかでお会いしましょう。バイバイ。